東日本大震災から4年を迎えた11日、福島県南相馬市で追悼式が行われ、桜井勝信市長は脱原発のまちづくりをするなどと述べました。南相馬市はこの災害による甚大な被害に加え、続いて起きた東京電力福島第一原子力発電所の事故により、6万人を超える市民が一時市街への避難を余儀なくされました。市民の皆さんが一日も早く安心した生活を取り戻していかなければなりません。そのためにこれから南相馬市は脱原発都市を宣言し、原子力エネルギーに依存しない まちづくりを進めてまいります。また遺族代表の川崎典子さんは、大きく人生が変わり、思い出したくないことを思い出す、気持ちの整理がつかないが、もう少し頑張りたいと話しました。南相馬市では来年4月に避難指示の解除を目指していますが、原発事故のため今でもおよそ2万人の市民が避難生活を余儀なくされています。